おはようございます。今岡山県の美ま坂というところにいます。美しいに作ると書いて美ま坂、ここの道の駅で、ちょっと4時間ぐらいかな眠らせていただきました。で、美ま坂は、岡山県の北部で津山の27人殺しでしたっけ、八つ墓村っていう昔一昔前に、公開された、僕の年代だともう八つ墓村でほぼ 100% 通じるんですけど、の舞台となった津山から、若干離れたところですね。もう岡山県と鳥取県の県境とは言いませんが、県境に近いというエリアです。ここにおよそ400メートル先右方向です。ここに辰巳山荘っていう廃墟が、大きな廃墟が、あるという話を聞いて立ち寄ったんですけれども、実は昨日の、午前0時ぐらいに来たんですよ。一回来たんですけど、辰巳山荘に行く道はもう完全に草ぼうぼうで車では入れないようになってて、でその手前に団地があって、その団地の前に車を止めた時に団地の窓が、このクソ寒いのにもう0度とかなのに全開になってて、あのカーテンがね、カーテン全開になってるところからおじいさんがこっちをねガン見してて、もうなんなら目が合っちゃったんですよね。もうさすがにそれは100m先左方向です。ちょっとやめといた方がいいなと思って、昨日の夜行くのはやめました。ただ夜行っても懐中電灯を使えば、まあ肉眼では見えますけど、カメラだとねほとんど見えないので、やっぱり昼間に来ないと、ダメなんですよね。見たかった。ここから座って無理やり入ったんだね。
がどうなってるかね。結構意外に腐ってますね。エレベーターをまだ見てないんですけど、エレベーターないのかな。これ固いよくしょ。
ダメだろ。